キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、今日のお題はですね、はい、指導者のあらゆるスポーツありますけども、はい、指導者の方が、うん、まあ、問題を起こして、うん、謹慎もしくは退任したけども、はい、復帰するのはどうか問題っていう、うん、いろんな問題ありますけど、はい、どうですか、そういうところは。まあ、いろんな、まあね、うん、暴力行為だったりとか、はい、うん、ね、部費の使い込みだったりとか、うん、ね、いろんなところで辞任退任、うん、あとは謹慎、はい、更迭みたいな、うん、感じとかありますけども、うん、でも復帰しちゃうっていう、はい、どうなんやっていう、どうなんですかね。でもそれってその、まあ、いわゆるじゃあ部活だったら、うん、部活の生徒が、うん、とか、まあ、保護者とか、うん、その、まあ、中の人がいいと思えば、問題を起こしちゃったけど、うん、やっぱりその監督とか指導者が必要だと思うんだったら、うん、私はいいと思います、うん、だって一応処分を受けて、うん、それを開けた、開ければですよ、うんうん、はいいと思いますね、うん、でもなんか時間を見たらその人が辞めてたり誰か不幸になってんのにみたいな。あ、まあね、だ誰か不幸になったりとか迷惑をかけて、でその人がどう思うかにもよると思うんですよ、やっぱり、うんうん、でも どうなんですかね。でもだから外の人がだからわーわー言うというよりは、うん、その身内というか、うんうん、その内部の人たちが戻ってきてもいい、うん、戻ってきてくださいと思うんだったら、まあ、私はいいんじゃないかなと思いますけどね。俺その嘆願書とかもあるじゃんね、うん、あるけど、うん、それは全員なのって思うね。あ、何分の何とかなのかなみたいな、過半数とかどうなんですかねそれどうだやろうとかね、うん、あとが OB とかもいる可能性もあるじゃんね。私立と公立だと絶対違うんですよ。公立だともう 100% 戻れない、戻れないです、うんうん、私立じゃないとね、うん、まあ、私立は所詮私立だからね。でも、うん、この復帰とか問題なんで起きるかっていうと、うん、これはもう俺の取材したいろんなところも取材したり話聞いたりす、うん、したところで、はい、監督の一番今難しいのは、はい、レギュラーじゃない選手をどこまで反乱させないように平等に扱うかが一番難しいらしい。へー、正直、うん、全員じゃないよ、うん、全員じゃないけど、うん、かなりの高い確率で、うん、ミーティングでの音声が出るとか、はい、何か起きた時の告発とか、うん、まあ、それ何か起こそうが悪いんだけどね、うん、前提として、うん、はメンバーじゃない選手が大半それを告発するから。まあ、だってレギュラーで使ってもらえてないとしたら、そうだからそのレギュラーじゃない人のこのフォローとかその扱いが今一番難しいらしい。ああ、まあ大変ですよね。でもそうなってくるとレギュラーメンバーの時間が割かれるんだよ。はい、これどうなんや問題があるんだよ、うん、結局はね。それってどうやってももう解決なかなか難しい問題じゃないですか。だって一つの野球部に130人ぐらいいる学校もあるわけよ、うん、ってなった時にじゃあ練習時間が限られてて、うん、グラウンド1個しかなかったら、はい、全員練習させられへんやん、うん、でもそれをフォローしなきゃいけないやん、はい、そしたら1人の練習時間が減るね、うん、全員やらすためには、うん、だチーム力下がるやん、はい、もしくは選手の能力が上げきられへんやん、うん、でもここフォローしないと、うん、あることないこと言われちゃうんだって、うん、そうですね。そう、あとは1のことを10にして言われちゃうんだって、うん、まあ、不満がある人たちからだね、うん、で、まあそのね、まあ、何か起こしたっていう事件があった場合、それ起こした本人が悪いけども、うん、いろいろ聞くと、うん、報道される10分の1ぐらいの話だったりもするときあるね。あ、ね、まあ、まあ、俺はだからね、やっぱ両方向の話聞かなきゃ、うん、あれだけども、やっぱこの報道されたことの事実の中で言うと、それがもうなんかおひれはひれついて、うん、いやすごいことになってるみたいな、うん、でそれまでの過程とかいろいろ聞きながら、あ、そうなんですねみたいな、うん、ちょっと話が変わってきますねみたいなこともまああるわけよね、うんうん、まあ、俺もそれもこっち側からの意見しか聞いてないから、それはどうなのかっていうところもあるけどもね、ってなった時に一番の、ね、そういう時の復帰するとの一番問題点か重要な話は、うん、レギュラークラスの人たちは高校野球だったら甲子園、うん、ね、でもしあのバスケットとかサッカーだったらインターハイとか、ね、春高バレーだったりとか、はい、オリンピックとかね、うん、とかになってくると、うん、他の人たち知らんと、はい、俺らのためにはいるんやっていう、うん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 、っていうのがもうこの話の一番のもう根幹なの。まあそうですね、うん、この人じゃないと、うん、俺ら甲子園行かれへんやん、
選手権出られへんやん、インターハイ出られへんやん、オリンピック出られへんやん、うん、だからこの人が指導者じゃないと困るんや、なんか問題起こして退任したけども、いや俺らにとってはいい監督やんやみたいな、うん、誰かにとってはいい監督だけど誰かにとっては好きじゃないっていうね。でも仕方ないのよ、それはもう、ね、あの団体競技は補欠が生まれるから、うん、しかもそんな130人とかもしいる学校だった場合は、うん、もう俺ができてるやつが、うん、多分7割ぐらいいると思う、うん、で俺ができて試合に出れんの、うん、あの1割だから ね、 そうね、絶対こいつには勝たれへんなっていうのもいるけども、うん、えこいつより俺らでしょ、うん、っていう人たちもいるやん、うん、まあ、大体ねプロのもそうだけど、うん、使われなくなったらもう一番最初に言う言葉、あいつは好かれてるけど俺嫌われてるから 100% 言うね、いやいやお前の能力がないだけですみたいな俺は思うんだけども、うん、ねってなったらこの監督さえいなくなったら、はい、だってもし高校で言えば3年間大学で言えば4年間、うん、もうこのもう最終学年だったら1年しかチャンスないわけだ、はい、人生かかってるわけや、うん、この監督さえいなくなったら、うん、俺ベンチに入れるかもしれへん、うん、俺試合出れるかもしれへん、うん、なんかあったらやめさせてやろう多分思うよな、うん、まあもう監督が、まあ、本当になんか出されて悪いこと、ね、良くないことしない限りそんなにね出せることもないでしょうけど、でも何かあった時にすぐ出してやろうって思いはあるのかもしれない。そうだから常にもう音声忍ばせて、うん、もうそのあと切り取りだから、はい、ああちょっとそういうセリフだけ切り取ってこうやってでそうそう、うん、行く可能性もあるらしい、まあ、ありますね、うん、だからその大昔だった場合もういいか悪いか別で、はい、大昔だったら、うん、もう強くするだけでよかったらしいよ、うん、チームをね、はい、もう今はサポート、うん、でもしかもそのサポートよ、うん、反乱させないようにサポートだから、ね、フォローしないといけない、ね、ちょっと違うやん、 うーんでもそうしないと本当に起こすらしい、はい、こ問題みんなね部外者の人たちはどうなんやって言うけども、うん、レギュラーにとったらもうこっちも命かかってんのよ、うん、そしたらこの監督じゃなきゃって言ったらそれ戻してほしいよね。いやそりゃそうですね自分たちに関係ないんだったら、うんうん、人生、ね、かかってるからね、うん、だって甲子園出場しないと、うん、推薦で行けなかったりもするし、 ありますよね。甲子園何回戦以上じゃないとこの学校に推薦で行けない可能性もあるから、うん、スポーツね、もう仮に野球で例えるならば、うん、野球だった場合は、うん、最後の夏の予選からがセンター試験みたいなもんだから、うん、はい、そうで、もう受験ですよね、うん、この点数でいいと、もう取らないと、うん、もう D 判定とか C 判定になっちゃって、うん、そもそももう受けれないんでしょ、うん、行ける学校が決まってきます、ね、決まってくるんでしょ、うん、もうそれと予選一緒なんだよ、はい、そうなった時に、うん、指導者、重要やん、うん、そうですね、人生決まるからね。しかもその指導者が本当に実績があっていい、そのチームを強くするって意味ではすごくいい監督だった場合、うん、かなり重要ですよね、うん、それはもう嘆願書書くで、書きますよね戻ってほしいって。でまた次の人が良かったらいいけど、そうですね、そう次の人が自分たちの意に沿わなかったら、うん、いや逆にあっちでしょみたいな、うん、人生こっちもかかってんだから、うん、そんなもんみたいな、うん、それはもうかけまくって、うん、それは戻ってきてほしいよな、まあ、指導者でチームってかなり変わりますもんね、うん、あとその監督がもしか持ってない進路があるんですよ、うん、あー監督のつてみたいなのもあるんだ、うんうんうん、そうですね、だって枠なんて、ね、うん、1じゃないから、はい、そんなもし20人枠あったら1人ぐらい落ち込めるじゃん、はい、それができるんですよ、うん、もしくは2年生のこいつ絶対入れるから、はい、3人取ってる、あーそういうのか、うん、生かすからちょっと、うん、そしたら来年絶対欲しいこいつが来るんだったら、うん、3人取るやん、はい、で別にこの3人も活躍しないとは限らないからね、うん、そうですね、うん、だからみんな何でもかんでもって言うけど、うん、片やね、それはもう気持ちも分かるし、うん、言ってることも正しいと思うし、うん、どうなんやっていう考えもあると思うけど、はい、こっちはこっちで人生かかってるから、うん、だから結局レギュラーにとってはやっぱ勝たせてくれる選手がいい監督、うんうん、で勝利至上主義問題とかあるけども、うん、もう勉強でも俺は何回も言ってるけど勝利至上主義ないから、うん、左右される可能性があったら勝利至上主義いくやろって、うん、勝たなきゃ結果出さなきゃ意味ないねんって、うん、そうですね、うん、すごいっすよ、うん、だから内部の人が戻ってきてほしいっていう人がいるのであれば、まあ、でもあれだよ、それによって不幸になる人いるから ね、 います。え、監督変わんなきゃ俺メンバー入れてたのに変わんの、またメンバー外じゃんもなるから、そうですね、全員だからもう全員は幸せにならないね、うん、100%ならない。けどまあそれですよね、そのまあ指導者のその何やらかしたことが何かにもよりますよね、うん、それによってこう なんでしょ こう被害者の気持ちだったりとかもあるわけじゃないですか、うんうん、でもまあ内部が良ければいいんじゃないですか、福
幸になる人、幸せになる人いるけど、うん、だから、ね、多くの人に言いたい、うん、レギュラーは何があっても勝たせてくれる人が一番いい監督だから、うん、だからそこにいろんな問題が起きたとしても、いやその監督じゃないとって普通なるよねって俺はいろんな報道を見て思う、うん、だからそれでなんだかんだって言う人いるけど、まあ、言う気持ちもわかるけど、いる人はもう絶対よっていうそうですね、うん、何がダメなんだかダメやっつっても、こっちも人生かかってるからね、うん、かなりね、指導者によってね、はい、指導者で違いますよね。いや、うん、全然違うよ。いや全然違う、あ、もう本当天と地ほど違うよ、うん、人生大きく変わるような、でその人がいるから行ってる可能性あるからね。あ、まあそうですね、預けてるって、そこに預けるというか監督さんに預けてるから、うん、その監督のとこでプレーしたいって人いますもんね、うんうんうん、で多少どんな監督か知った上で行ってるからね、うん、こっちもそうか、うん、だから別にそれに対してうーんと、まあ、思わないわけよ、うん、そんなのは、うん、あの知ってて言ってるからね、はい、それをねってなってもね、うん、あれだからね、はい、あのだから、世の中の言う人の理解も分かるけど、うん、あの大事なものがすごいあるんだよみんなっていう話でした